というわけで今日は力くんがやってきてくれました。力くんへこんじゃってるの？大丈夫？僕前足やられるの嫌いなの。やめてよね。ね、前足ね、がっつりね、切られちゃったもんね。毛がなくなっちゃったもんね。ね、抵抗したけど無駄だったね。いつも抵抗するけど、無駄なんだよね。ね、力くんね。でもね、爽やかないい男になれたからよかったんじゃないですか。ね、前足だけね、もさもさしてたらかっこ悪いからね。ね、どうですか、力くん、今年の夏は楽しめましたか？うん、楽しかったけど、夏の終わりに前足触られて嫌だ。そういう感じですね。まあそんな感じでね、これから中秋の名月、そしてね、お彼岸とやってきて、ハロウィンに続いてクリスマス、そしてお正月と1年はあっという間ですね。隠さないで前足ちょこっと出てきちゃったけど ね。じゃあ頑張ってね、前足カットしていきましょうね。そのこのイベントの中で力くんは一番何が好きですか？秋から冬にかけては。お家でまったりに決まってるじゃん。ああ、クリスマスとかあんまり興味ない。ないね。ああ、じゃあお家でまったりする力くんでした。では最後に前足切れね、毛を切られちゃった感想を一言で。もういいよ僕。以上力くんでした。